おはようございます。こんにちは、こんばんは。刹那啓介です。はい、今回もラルムの実況をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ファイル12。よし。いきます。前回何やったかは、ちょっと覚えてなかったりする。ゴーストスコープか。ゴーストスコープを手に入れたあたりかな。でなね、俺ここにおるんかは覚えてないけどね。あ、そうか。確かここだったかな。前回メモがあって、なんちゃらなんこうちゃらでもうまあ考える前に行動しろっていうことです。あーまたや、なんかあれだ決定ボタンとナイフのボタンこっちゃになってしまってるんよね。これ調べたかな。これ言うと手半端なとこにおられるんが嫌ないんだね。よし、あー慣れてくれた。こいつ声が高いんだ。あーこれがいつになったら調べれるかちょっと気になるしようがない。調べれんもんなのか。ダメージ食らいすぎよあいつ。あー回復のアイテムない、やばいんじゃん。あっ、こっちじゃない、こっちか、左行けか。あーもうちょっと半端なとこ降りすぎよお前ら。じゃあ下がろう、で突っ切れ。よし、あっよし、オッケー。回復アイテムどっかにないんか。あー、ここ一番あかんところやん。飲み込んだらあかんし。なんもないし。よし。どうしようどうしよう。引きつけろ、引きつけろ。よっしゃ。変わらない。何の解決なのか出ない。追い込まれて、あー。こうなってしまう。ここ入っちゃあかんな。探索のためとはいえ入っちゃいかんな。よっしゃー、進め俺。よっしゃ、こっち行こう。こっち今は入らない方が良さそうだ。いつ入るの、今でしょうとはならんのか。よしよし、これ大至急のところだろだろ。オッケー、あーしまった。まだいける、まだいける、まだいけるよ、まだいけるんやけど回復アイテム欲しいな。いろいろ探したら回復アイテムあるんかな。それよりもメモ、あれ事務室か。あ、ここは入ったわ。あれじゃないわ。回復アイテムないんすか。ここ全部調べたっけな。回復アイテムないんすか。あってほしいんすけど、ないんすか。ないんすか。回復アイテムないんすか。ないんすか。なんか光った、気のせい、え、気のせい、気のせいか。なんか光ったよね、見えたんよな。なんかそういう見間違い多いな、今回。今回つか、このゲーム。どうしようかな。ゴーストスコープ使ってみるのマッキーやけど、なんもないんだよね。待てよ。よく考えたら、ゴーストスコープ、あれか？なんかいつぞやに手だけでピアノ弾ってるやつおったけど。もしかしたらゴーストスコープ使ったら下半身も見えるんじゃん、手以外も。もしかしたらそうかもしれんな。ちょっと試してみよう。ここですね。じゃあ、ここじゃない。なんかいつもここから変えようとしようよな、俺。よし、これでどうだい？あ、違うんだ。何やねんお前、何やねんお前、ちょっと何、何か教えてよ、もう分からない。よし、どっか変わってないもんかね。こっち来いや。はい、こっち来いや。イエス、オッケー。開かない。ちょっと思ったんやけどね。この残儀室やけど、ゴーストスコープ持って入ることはできるのかという。あ、できた、ゴーストスコープ。あ、なるほど。なんで死んだんかっていうのは、この見えん幽霊がおったんじゃ。ここでハンマー装備したらどうなるんかってもちょっと気になるが、それはちょっと、あー、あーってなったけど、何これ、ようわからん感じになってる。あ、出た、やめて、やめて、
やめてー、ナイフ持てないんだよ。お前邪魔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 、お前邪魔、お前やめろや、こらえらいダメージ、あかんわこれあーす、やっぱナイフを持っとかなあかんの。要するにあれか、ゴーストスコープ、こういう時に役立ったんだ。なるほど、ちょっと勘が当たったな。じゃあゴーストスコープ持ちます。一つ気になった例として、ここでナイフを持ったらどうなるんだろうって。出ていけ、なんそれなんそれ、誰に出て行かされたんかわからんけど、出て行け言われた。なんそれなんそれ。じゃあパターン2、もしナイフじゃなくて懐中電灯だった場合、出て行け。なんそれなんそれ。あ、俺ナイフじゃなかった。俺もナイフじゃなかった。ナイフじゃなかった。あかん。そういうあかんよ、幽霊さん。そういう、なんつうか、武器持ってない女子高生、襲ったあかんよ。ほら、ボケ。ってことで、ゴーストスコープだけで入って、あの幽霊にやられんように動かないかんわけだ。そっか。やっぱそういうことなんやな。お、んで、ここで策が取られるけん、メイン幽霊にやられよったわけじゃ。なるほど。おお、私、君は私が、ちょっと待って、ちょっと、後ろから来る、後ろから来る、後ろからやる、ああ。幽霊やけど、後ろにも幽霊いますよ。後ろで幽霊スタンバってますよ。いかにも幽霊だが、今は死に絶えたコンポクなのだ。でも、どうしてここにいるの？うむ。やり遂げねばならんことがあったから、こうやってとどまっておるのだ。そのやり遂げねばならないことって？私に興味津々なのだな。いいだろう、話してあげよう。長くなるのだがな。なんだ、飛ばしやがって、飛ばしやがったぞこいつ。その何があったんか、飛ばしやがった。ううそれは何とかしてあげたい。何があったんや。では、せっかく君のような若い少女に会えたことだ。意思を託そう。お？多分、今までにばらまかれたメモのようなものを見たはずだ。見ました、見ました。あれは、エルベール・アポロが残した。15 days って読めばいいんか、これは。それとも、15 days の真相期になっている。ん？つまり、15枚あるということになる。15枚すべて回収できたらまた来てくれ。ひどーい、それはないわ。ちょっと待って、それどうやって攻略しろって、あ、それどうやって攻略しろって言うねん。え、積んだんじゃんこれ、積んだんじゃん、あれやん。素早く話したらいけるとかそういう問題でもないでしょ。素早く、逃げる逃げる逃げる逃げれ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 る、あと1枚あと1枚あと1枚なんですけど、 HB ない状態じゃないとダメ、 HB ないとあかんね、これ違うセーブからやり直せってか、だるいわそれは。やめてな。じゃあこっから、じゃあカットね。あれ、ちょっと待ってちょっと待って、柵取り払われてないよ、なんだそれ。とりあえず HP が5ある状態から途中からせ、5ある状態でここまで来ました。まあとりあえず見た部分は飛ばして、このエルベールアポロのメモあと1枚か。うむ、まだ苦戦しているようだな。大変だとは思うが頑張ってくれたまえよ。あと1枚やん、いいやん。ああ出てきた出てきた出てきた。やっぱ向こう側にある手錠なんかよわからんけどが気になるよな。けど何もないんすか、気になるだけです。かい、ああ、
来てみます、来てます、敵が来てます。あー、こういう来られ方ちょっと一番腹立つんやけど。あー、ダメです、そういうのはダメです、そういうのはダメです。あーす、あーす、あーす、あれまー、セーブするの忘れとった。カット、脱出、脱出、そして装備を整えさせます、させなさい。よいしょ、オッケー。これで何とかした。ちょっと途中で一発食らって HP が4の状態になってしまいましたが、まあいいでしょう。そこはセーブしたいけど疑心暗鬼に陥っていますよ。さて、あと1枚か。あれ、あと1枚、おい、14枚まとめとったんじゃ俺。どっかあるってことか。えっ、あ、やばいやばい、あかん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 、きっとないん、どっかに、きっとないん、これあかんよ、これどっかで回復させて、待てよ、あの休憩室のあれ、あれって全回復できたりするもしかして。もしかしてそうじゃない、そういう希望を持ってほしい俺。こっちには何かメモ、じゃあ頑張っていってみようか。その間にメモが手に入ったらいいことないんやけど、あかんわこれ、死にげー、アクロバッツ、死にげー、あかん。うん、どっからやっけこれ、どっからこれ、どっからこれ、これどっから、あれ俺セーブしたやん、んーって、これであっとんか、あれ、あ、これであっとんか、15であっとんか、15であれだな。なんだろう、こっち行ったけどありませんでしたよなというとこだったな、確か。オッケーオッケー。じゃあ一体休憩室戻って回復できるか試してみようか。そうしたらちょっと回復できんかったら、この状況はまずよ、回復アイテムないんだもの。メモメモ、それとメモなんだわ。懺悔室はさっき入ったけん、オッケー。こっちはまだ鍵がかかってんのか。やばいね、いろいろやばいな、このゲーム。あっ、もう、いや、あかんよ、もう、お前。あかんよ、もう。相談し、相談させてよ、今度こそ。というよりか、あれや、メモないんか。あー、もしくは、回復のきっとないんか。どっかないんか。隠してないんか。ここ、ハンマーで割れんかったんか。もっと頑張れよ。頑張れよ、ダメです。やっぱダメです。よいしょー。あー、そうだ、そうだ、オールン回しとった、オールン回しとったんや。正面に出てくる、回しとったからな。くそ、あの野郎。来いや。よし、そう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 。おい、オッケー。よっしゃー。またヒッケル、お前、メモどこにあるか知らんのか。ほら、ボケ。メモよ、メモ。メモを探してんだ。あと、回復できるかを調べてこないかんのよ。どうやっけ、回復の。上の階か。もしかしてここ開いとったりするよ、もしかしてイベント起きたし。エス、開いてはない。なぜ開いてないのかって考えたら、もう開くわけなかろうの状態ではありますけどね。よし、ゲームしてー、ナイスね、メモナイスね。一通り探したけん、多分回復のツールもないんやけど。あーす、一回トイレでイントゥーさばいていくよ。よっしゃー。でもここやっぱないね。オッケーオッケー。じゃあ隣に行ってみよう。よっしゃ、隣の女子トイレ、男子トイレか、こっちは。あー、男子トイレ、そういやメモ最初あったな。一つあったけど、もうさすがに二つ目ないか。イエス、ここもよー、取れんし取れないし。よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ。これは大司教の部屋、開いてるわけだから。大司教だぞ、意味わからんけど。なんこれ、おしつ、はい、あ、じゃあじゃあじゃあ、間違えた間違えた間違えた。あ、そうかそうか、わかった。ここの、ここもじゃ、ここもゴーストなんやっけ。ゴーストなんやっけ。ゴーストなんやっけ。
ゴーストスコープ。ゴーストスコープで幽霊がおったけん死んだんじゃん、俺。謎は全て解けた。なるほどやけど、ちょっと待って。いろいろやることを見つけてしまって、ちょっと、てんやわんやしとるよ、俺。あっ、それよりあれじゃ回復だよ。エッチがまずいんだよ。これは少し。あっ、あかんところ入ってもた。あっ、あっ。オッケーオッケー。戻ってこれだ。これ、ベッド調べて、少し休み、まあ、2日で回復できるんちゃうかな。じゃあ、やったー、全回復やん。回復ツールとかに頼る必要なかったんや。よかったよかった。そりゃそうやろ。さすがに回復ツールだけで回復賄えると思うな。よし。あっ、あっ、めっちゃダメで食らうんじゃん、もう。さて、回復ツール探し、もうしておきたいけど、多分ないな、もう。もしかしたらないな、これ。どうしようかな。どうしようかな、じゃないわ。まだやることあるんや。あっ、あっ。メモだよ。わかんやつ。となると、やっぱ、さっきの、なんやっけ、個室の、なぜ死んだかわからんかったというか、ぼよっきょったところ、あそこ調べるしかないでしょうな。行ってみまーす。そう、今日はそこをやってから終わりにします。こうじゃない。危ないところです。あーす。まあ、この教会のどこも危ない、危なくないとこなんかないんやけどね。ゴードスコープ。オッケー。今回はないかもしれない。ほら、これ見てみ。見えん幽霊おった。あー、ちょっと。はめられた。ああ。はめられた。ああ、危ない。よかった。なんでよかった。さて、一つ一つ調べていきましょう。いや、もうゴーストスコープいらん。懐中電灯に変えます。ベッドの穴なし。気になるものなし。何かい？一つぐらいあるだろ。来たー！応急セット。応急セットか。平空セットちゃうわ。えらい間違いしとったな。まああんま変わらんけどさ、正直言うたら。そうですね、一番気になるこいつです。医務室の鍵きたー。医務室か。医務室、医務室ってどこあったっけな。まあいいやもん。はい、じゃあ今回はここでセーブしてですね、ここで終わっておきましょう。はい、では今回はこれまでです。ご視聴ありがとうございました。週明け。